下城村立図書館は、長野県下城村の図書館、村の多目的施設、明日村ンド、下城内に1995年に開館した。1992年に初当選した伊藤喜平村長の公約は、若者定住であった。その実現のための大事業として打ち出された、森と文化のシンフォニーゾーンの建設に向け、村内全戸に実施された生涯。 学習アンケートにおいて最も多い回答が村に図書館をだったため、それを受け1993年に図書館建設が計画され、1994年に施行された。施設建設の検討の際、下条村の図書館がきちんと機能できる図書館になるために重要とされたのは立地条件、施設の充実、職員の確保であり、それらは 県外外の先進図書館の情報を生かし実行された。村民の中には職員は一人で十分棚に本が並べば資料費は必要ないと考える人がいたことから一つ一つの事柄について丁寧に説明することで理解を求めていくことも師匠に課された重要な任務となった。1995年3月には施設の愛称を全村に募集し、 明日に向かってこの地が広がっていくようにという願いを込めた明日ムランド下城という名前が選ばれた。同年7月7日オープンし、開館初年度には人口一人当たりの貸し出し数が長野県内で1位を獲得した。当時の蔵書は2万4千冊であった。図書館では利用者の希望に応じた資料収集と利用者の期待に確実に応えていく。 ことを基本方針に掲げ、お楽しみ会やお話し会などの各種祭事の開催と書簡だよりの発行などを続けてきた。人口一人当たりの貸し出し冊数圏内1位は1997年まで続き1998年以降も2位をキープしている。長野県、特に飯田、下稲地域、そして下城村に関する資料を所蔵。具体的には、 伊藤紀平村生に関する資料、下城村出身のタレント本竜太に関する資料、活性化マンなどのコレクションを有する。2015年には、前述の開館20周年を記念した、矢部内正幸絵本原画展が開かれ、矢部内正幸美術館館長である、矢部内竜太氏による講演会も合わせて開催された。また、同年、 開館20周年記念日おめでとうフェアの一環として、ブックカフェがオープンし開館記念日である7月7日には、飲み物無料サービスが実施された。また、下城村の村無形民族文化財である、下城歌舞伎の見学会や、地域の落語教室、土曜、笑い学校の発表会など、地域と連携したイベントを、数多く開催している。 毎年開館記念日の7月7日前後に開館記念行事として住民らが1日図書館長になって図書館の業務を体験するという催しを開いている。2014年は7月6日に行われ、利用者、代表4人と小中学校の PTA 役員と図書委員の計8人が1日館長の事例を伊藤村長から受け取った後、司書から図書館の開設を受け、 書庫の見学や貸し出し、返却業務を体験した。この取り組みは、図書館に対する理解を深めてもらうことと、ここで知ったことを、周囲の人に広めてもらうことを目的としている。ありがとうございます。